メヌマ滑空場は埼玉県熊谷市にある場外離着陸場である。熊谷市内の都根川河川敷に所在し、主にグライダーの滑空場として使用されている。日本学生航空連盟の関東地区におけるグライダーの活動拠点である。東京大学、慶応義塾大学、早稲田大学、法政大学、立教大学、日本大学、学習院大学、 千葉工業大学をはじめ、関東の大学航空部の多くが活動拠点としているほか、各大学 OB クラブや社会人クラブ等も使用する。同じく関東で航空部を有する明治大学は、春日か市の江戸川河川敷にある宝珠下滑空場を使用拠点としているが、東滑空場を使用することもある。ウィンチと呼ばれる装置によるエコーが中心だが、飛行機によるエコーも行われている。 日本学生航空連盟主催の全国大会と関東大会が東括空場にて毎年秋から冬に開催される。その他東京六大学による東京六大学対抗グライダー競技会や原田各一郎杯もここで行われるなど多くの学生競技会が年間を通して開催されている。学生グライダーの聖地とされるゆえんである。なお、毎年秋に行われる。 新人戦は、岐阜県の木曽川滑空場にて開催される。毎年秋にスカイスポーツフェスタを開催している。グライダーをはじめとして、パラグライダーなどのスカイスポーツが展示される。2006年は、インターネットなどで広報した結果、前年に比べ来場者が約2000人増えたという。同滑空場でのウィンチエコー等滑空場は、利根川右岸に沿う形で2つの滑走路が縦に並ぶ。 タンデム方式で運用されている。北側の第一角上は 14R、32L、14C、32C、14L、32R の3、離着陸体を有し、最大2グループが同時に使用できる。14R、3 2ル 14L、14 32R を離陸体、着陸体として使用するが、着陸機の同時進入時など、混雑時に、 適に 14C、32C が使用される。南側の第2滑空場は、第1滑空場に比べ幅が狭いため、土手側と川側の二離着陸帯のみで、複数グループによる同時使用はできない。第1滑空場と第2滑空場の離陸機、着陸機の経路の干渉及び、無線の渾身を防ぐため同時離陸は行われない。ありがとうございます。